どうも、アニマルンチ渡るです。今日はメタリフェルホソアカクワガタの産卵セットを組んでいきたいと思います。今回は4セット組むんですが、一緒にですね、1週間ほど同居させておいた子たちを、色があんまりわからない、ここでいこう、あれかな、紫パープル血統ですね。ここまで来たらわかるか。はい、ここを産卵セット組んでいきたいと思います。よいしょ、他にはこれも黒、めっちゃ結構綺麗な、紫色ですね。組んでいきたいと思います。同じような色味のやつで、一匹だけですね、ちょっと青みが入ったような子がいたので、ちょっとだけ青っぽい子がいたんで、この子もパープル血統であるんですけど、取っていこうと思います。で、ちなみにこの子たちはもう CBF10 なので、次の子たちでも CBF11 になります。じゃあ早速ですね、組んでいきます。産卵セットに使うのはこのデジケース、はい、ちっちゃいやつですねを使ってやっていきます。一つだけ産卵セットは組んでいきたいと思います。こういう感じで入れて、側面を固めてポンポンポンとするだけですね。目いっぱい押してる感じじゃなくて、軽く押してるだけですね。ちょっと整えてあげて、これで完成です。次ブルーにしようかな。
で、さっきのちょっと青みがかったことを1週間さ同居させていたメスをですね、入れるだけですね。で、オスはまたちょっとゼリーを、まあ、1日2日食べさせたらメスとまた同居させます。で、パープル系のメスはこの裏のここが紫色っぽいのがいいんですけど、ちょっと今回は青にかけるのでちょっと黒っぽい子を選んでみました。まあ、何がいいかわかんないですけど、綺麗な紫の子とかける子は結構紫色の強い子、こっちが青とかける子と紫とかける子で、結構右の方、こちらですね、紫色が強いと思うんですけど、これがパープル血統のメスの色で、こっちの方がパープル血統であるんですけど、ちょっと黒っぽいんで青になるかなと思って、まあうっすら紫なんですけどね、かけてみています。はい、まあ、この子が無事に卵をいっぱい産んでくれればと思っています。はい、これでですね、あとはゼリーを2つポンポンと入れて、これで完成です。で、1ヶ月ぐらいして上にメスが出てきていたら、メスを抜いてまた 1,2 ヶ月して幼虫でも掘り出すっていう感じですね。はい、では今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。